上海公共国際空港は、中華人民共和国上海市長、ネイク、及び貧高区に位置する空港。日本語での漢字の読みに従い、虹橋を公共、あるいは、虹橋と読むこともある。第一ターミナル第二ターミナル第二ターミナル、出発外、第二ターミナル第一ターミナル1923年に、軍民共用空港として開港し、 1964年に民間専用となった歴史ある空港で中国民港や日本航空、パンアメリカン航空など世界中から乗り入れていた。市の中心から西に15キロメートルの立地で交通支弁である。1999年に上海保東国際空港が開港してからは国内線専用空港となっていた。2007年。 日中間政府間の合意により、東空港と同じく事実上国内線、専用空港となっていた、東京の羽田空港及び、ソウルの金浦空港との間に、国際選定期チャーター便が就航した。2007年9月から、羽田便が、同年10月からは、金浦便が運航を開始した。なお、羽田空港再国際化に伴い2010年から、羽田便は、 定期便に格上げされた。2010年3月、第2ターミナルと新滑走路の共用が開始された。ターミナル間は無料のシャトルバスで連絡されている。ただし、この連絡バスは滑走路を大きく迂回するため、所要時間が約15分ほどかかる。上海機動交通10号線が空港の地下を横断しており、これに乗れば、 両ターミナルは5分で移動できる。第2ターミナルの西側には、上海公共駅が建設された。16面30線の設備を持つ巨大な駅で、高速鉄道と都市間鉄道が乗り入れており、上海の鉄道網の要衝となっている。2013年からは訪日観光ブームにより、日本への外国人観光客が急増したこともあり、中国東方航空が、 欧米長距離専用に配備した B777 から 300ER 型機が羽田公共線に投入されるほどの乗客数を誇る路線になっている。2020年東京オリンピックに向けて羽田空港の国際線受け入れ能力を上げる工事が進展しており中国路線増加を希望する日中両国のビジネス利用層の要望もあることから 両国航空当局間の合意により、1日8往復であった、羽田空港発議中国路線が、2015年後半からは1日、20往復までの増便を認める認可が出た。ただし、公共空港と羽田空港とを結ぶ便は2018年3月、現在1日4往復のままである。2017年、第一ターミナルにあった。 旧国内線部分を改装し、国際線ターミナルとして、リニューアルオープンした。北京首都国際空港との間に、中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、大進化航空、上海航空による、シャトル便が運航されている。統計第1ターミナルと第2ターミナルに分かれているが、春秋航空の国内線は、第1ターミナルに乗り入れている。 可表太都は東空港をハブ空港、拠点空港としている航空会社、上海の鉄道の路線図、ありがとうございます。